やあ、せつなけいすけでよ、小暮らしめぐる愛の名を。なんか、いつもこの始め方やけど、いいんかな。本番スタンバイ。前回のあらすじ。前回今なんかいろいろありすぎてさ、ちょっと濃い回だったけどさ、前回のあらすじでさ、数秒で話し切れる内容じゃなっけ、パスします。まあ、何にせよ、とうとう演劇の本番が近づいてきたけん、準備に入りますみたいな、スタンバイに入りますっていう状態でさ、もう着替えとんよな。もうセリカちゃんとツネがもう、着替えとんよな、これ。うん。遅い。体育館に着くと、衣装を身にまとったツネとセリカが駆け寄ってくる。あれ、二人とも早いね。って、おお、似合ってるね。監督がすごい。おう、いよいよそれっぽくなってきたね。初めて見たわけじゃないでしょう。それより、三人とも早く着替えてきて。三人でな、あ、そうか、しずくちゃんがおったな。闇上がりでもテンションが、テンションがすごい。いや、こんなもんやけんさ。いや、心の病気と体の病気って別やけんさ。わかった。お待たせ。着替え終わると、俺は舞台袖でそわそわして常に声をかけた。おお、お客さんもだんだん集まってきたぞ。うわぁ、緊張してきた。うおーって言いながらもさ、結構さ、え、やばい、ミスったらどうしよう的な意味の緊張になっとるぞ、お前。そんな顔しとるぞ、お前。本当に今日が本番なんだね。あれ、ちょっと感動してる？正直ちょっとね。常の前で目を張っていたって仕方ない。台本にキャストまで常もいろいろありがとう。んにゃ、俺も楽しかった。それにお楽しみはこれからっしょ。あれ、なんで遊戯王アークファイブの榊優雅やみたいなことを言い出した。お楽しみはこれからだ。なんだ、ペンデュラム召喚するのか。確かにこの日のために頑張ってきたんだしね。きっと春びっくりするぐらいいい思い出になるよ。びっくり？お、もやかとしずく来たよ。なんだ今の意味深な言い方。いやいや。ま、ま、な、なんかもやかちゃん、あー、なんか、温泉のおかみみたいな姿になってるね。若いおかみみたいな姿になってる。わー、これはこれでいいわ。お待たせしました。あれ？なんか、しずくちゃん、なんか横の二つのやつ、取れとうけん、なんか違和感あるぞ、お前。可愛いけど、いいやけどね。お客さん、いっぱいだね。ふう、ようやく揃ったわね。これで、舞台袖の準備は整った。全員衣装で並ぶと、なんだか別の世界のように、まで感じてしまう。しかし、いい出来だよね。さすが村川率いる衣装班の仕事だ。ありがとう。さて、まなか。ここは気持ちを一つにするためにも監督から一言をもらえる？うわ、ガチのやつやん。ガチの演劇の舞台裏みたいな感じになっとるやん。うん。まなかはぎゅっと顔を引き締めると、舞台袖のみんなを一箇所に呼び集めた。開演まで少し、あと少しだね。みんな今日までお疲れ様でした。お疲れ様でした。演劇に決まってから今日までいろんなことがあったよね。そうそう。まなかちゃんがさ、監督やるって言っていろいろ、いろいろなことを一人で抱え込んで、ミスって、セリカちゃんと喧嘩して、で、なんか些細なことで仲直りして、で、今度は、村香ちゃんの体調が悪くなったかなと思ったら、いきなり治って、今日に至るよね。私はミスばかりして、みんなに迷惑もいっぱいかけちゃったよね。ごめんなさい。いいんです。ミスしてこそ、何か一歩、新たな道を開けるもんなんです。村香が全員に向かい、深々と頭を下げる。こうしてこの日を迎えることができたのはみんなのおかげだよ。だから悔いの残らないように
そしてこの時間が私たちの記憶にずっと残る。めっちゃ伸ばしたな。いや、強調してるのはわかるけどさ、結構伸ばしすぎじゃない？なんだ、長いお付き合いみたいな感じになったのよ。最高の思い出になるよ、頑張ろう。それじゃあ本番楽しんでいこうね。わー、来た、この全員からおーっていう歓声と拍手同時にかかる。村からの掛け声でそれぞれ持ち前と歩き出す。俺たちキャストも舞台袖の袖マック付近っていうのかなに控えて息を潜めた。すごい真剣な顔だ。ちょっと緊張しとんだろうかな。あまり顔には出てないんやけど、緊張はしとんだろうな。常須だ。お前は結構顔に出るタイプだ。お、真剣な顔。セリカちゃん。あ、しずくちゃんは結構普通やな。なんなん、ハスミシモヤ結構メンタル強いのかな。緊張に強いタイプなのかな。ああ。マナカ。あ？え？ハルイト君、ちょっと愛の告白がまだ早いって。劇終わってさ、その、高野祭的な時でさ、好きだって言わんかったら、今好きだって言ったらさ、ハルイト、セリフ飛んじゃった。そうなる。もう、過去の、あの、惨劇再び。俺はそのまま、みんなに聞こえないぐらいの声で、独り言のように呟いた。あの時間の演劇は今言えば辛い思い出として残っていたかもしれないけど、今日をきっかけにこれからは最高の思い出の一部になるんだ。え？モナカが目を伏せながらうなずく。そして俺たちの舞台は静かに幕を上げた。始まる。あれ？なんでタイトルだったっけ？あ、ごめん、つねすだ。俺、お前の作った台本のタイトルさ、完全に忘れたけど、なんてタイトルだったっけ？ちょっと、教えてくれへん。なあ。教えてくれないね、これ。台本のタイトル、鬼のなんとか、そのない、なんかタイトルに鬼ってあったの覚えとるけど、全然覚えてないわ。ごめんな。時を遡ること、1年前。新都開拓の夢を受け、ここ未開の地へとやってきた開拓藩一行は、今日も天命を全うするべく汗を流していた。うわぁ、江戸時代みたいな BGM 流れてるね。供養。供養ってどのキャラクター、どの人がやるやつ。ふぅ、この辺りもだいぶ紛らしくなってきたな。いかがなされました、不要様。アザミか。いや、なに、開拓も順調に進んでいると思ってな。はじめは生い茂る木々に覆われていたこの地も、開拓が進むにつれて徐々に人が集まり始めていた。これも不要様のおかげですね。何を言う、アザミ。みんなのおかげだ。私は大したことはしていないよ。そんなあなただからこそ、みんなついていきたいのだと思うのですよ。あは、アザミ、私のことを買いかぶりすぎだよ。まあ、その通りやけどな。は、は、は。そうだ、木材の追加をキイサミに頼んでいたが、手はずはどうなっている？はい、それなら、夕刻には準備が整うと伺っております。そうか。ではまだ少し。キイサメ、アザミ、我が幽谷まで待たせると思うか。キイサメ様、驚かせないでください。はっは、相変わらず気配に疎いの。不要、木材は揃ったぞ。いつもすまないな。いきなり声変わったぞ。不要、いきなり声変わったぞ。おい、まったくだ。わしの刀は木なんぞ切るためのものではないぞ。え、なんなん。じゃあ人を切るためのものだというのか。セリカちゃんの嫌いじゃないね。このままでは腕が鈍ってしまう。まあそういうな、平和であることは望ましいことだろう。そうですよ、
みんなで仲良く暮らせることが一番の幸せです。はっはっ、そんな暮らしは息が詰まりそうだ。不要、木材なら向こうに転がしておいたから勝手に運んでくれ。わしは寝る。助かるよ、キリザメ。さて、アザミ、もう一息頑張れ。はい。ああ、そういう裏側もちゃんと見せる感じなんじゃ。ちょっと戻ってきて、ちょっと舞台からはけた後の状態を見せる感じなんじゃ。ふぅ。ああ、凝っとるな。雫とセリカと一緒に舞台袖に隠れると、思わずアンドの息が漏れた。え？不要って、ハルヒトくんのやつ演技だったんだ。じゃあ、ハルヒトくん、こんな声で喋ったことになれば。まあいいや。もうキャラがついてしまったけ、この声でやろう。ハルヒトくんがこういう声出せるっていうことにしとこう。そういう設定にしとこう。いいな、みんな。語り部役がナレーションしている間に、常たちが声をかけていた。おかえり。三人ともお疲れ様。よかったよ。俺、ちゃんとセリフ言えてた。お、言えとった、言えとった。たださ、ハルヒトくん、そんな声出せるんやなって声だったけど。完璧だったよ、不要様。ふふ。そっか。よし。セリカと雫はどうだった？やっぱりお客さんを前にすると緊張します。いや、あんだけ緊張してないような顔しとったのにか。ああ、やっぱ内心は緊張しとるもんなんやな。ええ。私も大丈夫だったかしら。セリカ様、あれだけ堂々としていたセリカ様はどこに行ったのか。やっぱり緊張はしてしまうものなのか。セリカにしては珍しく少し心配そうな表情で尋ねてくる。大丈夫だよ。いやいや、セリカはさすが堂々とした立ち振る舞いだったよ。そうよな、意外と剣が似合うよな。剣がだね。セリカのリードのおかげで俺も安心して演じられたよ。そうでも本番となると雰囲気が全く違うわね。はい、気を抜くと会場に飲み込まれそうになります。キーサメの笑い方ただでさえ苦手なのに全然笑えないわ。そうなの。大丈夫、あの笑い方は棒読みっぽい方がウケがいいんだよ。そうなん、ようわからんわそういう演劇の話。ほっほっ、あんたがやると殴りたくなるわね。あ、そうそう、次のシーンだよ。お姉ちゃんの出番だね。任せておいでよ。めっちゃ緊張してるわ。こいつめっちゃ緊張してるわ。どう見ても強張っているマナカに一つ声をかける。ハルヒトくん、ここで告白？ここではここがちょっと早いと思うやけどな。マナカ、大丈夫だよ。最初は緊張するけど、やってると案外楽しくなってくるから。どーんと構えて、いつも通りやればいいんだよ。そっか、そうだよね。うん、ありがとう。よーし。不要か。今日はこのくらいにしよう。アザミ、みんなに伝えてくれるか？わかりました。不要さんもゆっくりお休みになられてください。ありがとう、あいさをよろしく頼む。ふぅ、もう間もなく信徒が完成する。我が天命もついに果たされるのか。数年に及ぶ開拓もようやく完成の兆しが見えた。開拓班の長である不要はおのりの責務を全うできることをしみじみと感じながら帰路に着いたのであった。若干プルルン滞在期みたいな語りになってしまう。俺はお前こんなところで何をしてるんだい。やばい。これ味方によってはちょっとなんか不審者っぽいぞ。治安が発生するぞ、ハルヒト君。いや不要。ここは私の家だが、私に何か用か？怯えなくていい、お前の名は？シキ。
四季良いのだ。この町にも見かけたことがないか、迷子か。こいつ誰か喋れ。困ってな、家族はどうしたんだ。いや、家族はどうしたんだって言い方がちょっと本当になんか事案っぽく聞こえるんでやめてください。親は多分いない。親がいない。帰る場所はわからない。それ以外何も覚えていなくて。そうか、ひとまず外は冷える。話は家の中で聞くとしよう。そう言って2時間後、二人はベッドの中に入っていたのであった。こうして巡り合った四季という名の記憶のない少女。この出会いが不要にとって、引いては町にとって奇数な運命をもたらすことになる。タン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 。次の日。誰だ正宗って。え、正宗どのギャグだが、え、これ常さだかな。記憶喪失だ。え、そう睨むな正宗、怖がっているだろ。な、俺は別にそんなつもりは。え、え、正宗じゃない、え、正宗常さだちゃうんこれ。え、大勢って方がある。え、常さだお前どこ。突然現れた身寄りのない記憶喪失の子か。これは興味深いな。大勢殿まで。そうであろう。この近隣には町も他の町もない。どこからやってきたのか気になるではないか。それはそうかもしれないが、だからといって取り立てるのはいかがなものかと思うぞ。ふむ、ひとまず記憶の手がかりがつかめるまでは私が面倒を見ようと思う。不要、そんなことを言って夜な夜なちょっとおさわりに興じるのはやめろ。やめた方がいいぞ。悪い娘ではない。みんな仲良くしてやってくれないか。まあ不要の旦那がそう言うならいいさ。我は元よりそのつもりだ。よろしくな四季。はっは、わしも構わんぞ。得体の知れないものは大好きだからな。得体も知れないものは大好きだからな。皆さん聞きましたか。得体の知れないものが大好きらしいですよ、セリカちゃんは。今は霧雨だけどな。まあ、アザミがどう思うかは知らんがな。どういう意味だ。お前は乙女心を学べ、青二歳目。こうして四季を迎え入れた開拓班。はじめは気を使っていた四季も、気を張っていた四季も、日々を過ごすうちに次第にみんなと打ち解けていく。もう9割方この顔のモナカちゃんやげんな、四季やげんな。これが日々を過ごすうちに次第に打ち解けた顔がさ、いつもモナカちゃんだったらさ、え、お前キャラ変わったみたいな感じになるけど大丈夫かな。そして記憶喪失ゆえの無垢な心に彼らをまた和まされていくのであった。これは何かの間違いか。影に潜めし我が腹からよ、先に見据えしは誰が映る。やはり世に揺らぎし我が反魂よ、果てに座するは何がゆえに。むー、強さだ。お前絶対こういうさ中二的なセリフを堂々と喋りたいからこそこういうキャラ選んだみたいな、そういう脚本にしてるだろお前。今何時が絵西の名を、強さだな、強さだ。難しい漢字ばっか使わんといて、あとせめて読み仮名振って。読めへん漢字が多い、読めへん漢字が多いな。だと、あ、絶対お前それ言いたいだけ。強さだ、なんだとって言いたいだけだろお前。
お前だんだん乗ってきとるじゃねえか。お前どんどん乗ってきただろお前ちょっと。恐るもの、おごぞやかなるもの、つれづれの糸の結びよ。なんか常さんのセリフ長くなってないですか。あいつアドリブ入れ始めたな。調子乗ってアドリブ入れ始めとんじゃんこれ。しかも難しい G ばっかさバンバン並べやがって。いやもう俺の気持ちになれや。あいつ、ああ何やってんだあいつは。ちょっと楽しくなったら調子乗るタイプなんやな常さん。陰陽術の占いのシーン中自分一人しか出てないからか常のアドリブ劇が続いていた。あいつ調子乗って30分ぐらい自分の間だけで持たせようとしよんちゃうん。はあ、あのバカ、あれほど勝手なことをするなって言ったのに。セイカも呆れたように前を寄せる。でも常さん楽しそうです。まああいつは大体四六時中楽しそうにしとうけんな。バカみたいに見るぐらいに。そうだね。しかし、よくあんなにスラスラとセリフが出てくるな。変に感心していると、背後から何やらブツブツと聞こえてくる。なんだか、最近みんなの空気がピリピリします。なんだか、最近みんなの空気が。はあ。佐藤くん、悪気配がないから、ちょっと止めてくるわね。どうやって止めるんだろう、ちょっと見てみたいな。え、どうやって。目には目よ、アドリブにはアドリブよってことよ。うん、全然わからない。何言ってるのか全然わからない。そう言うと、スリッカはすぐさま舞台へと、方を進めた。今ここに、戦力的共鳴を。いつまでやっとるんだ大勢。キリサメ。ちょっとセリカって言いそうになったやん。いつものセリカちゃんのキャラクターでできとうけんさ若干。うるさくて寝られんだろうが。さすがのセリカだった。あとダイレクトアタック、今ダイレクトアタックしたね今。さらっと。だから、この一角のは、問屋を置いて、中心には俺の屋敷を敷くんだよ。口を慎め、主戦、なんて読む。ごめん、なんて読む。常さんさっきからさ、難しい漢字ばっか使いすぎ。そんなものより、ここには、強引王だな、でいいんかな。あんたの考えは古いんだよ。これからは、銭がものを言う時代なんだよ。うるさい奴らだな。揉めるなら、わしの像でも立てればいいだろう。なんでお前の像立てなあかん。お前は黙ってろ。あ、どうやら先金されたいようだな。皆様落ち着いてください。言い争いをしてはなりません。とにかく、これから町の方向性を定める必要があると言ってんだよ。はっ、お前の魂胆なら明明だ。どうせ自分の地位のことしか考えていないのであろう。大事なのは民が安心して暮らせるための信仰にある。国づくりでよくある衝突や、そういうところまで完全に綺麗に表現してるよ常さは。そのためにも強引が必要と言っているのだ。それこそおめえが黒町を仕切りたいって言ってるようなものじゃねえか。何を、そろそろ笑えんな。主らと話していても拉致が開かぬわ。わしは寝る。あとは勝手にすればいい。キイサメ様、開拓藩の中に生まれる小さな歪み、それは都の完成に伴う権力争いへと発展していく。これまで共に力を合わせた同士であっても抗うことはできなかった。ズレズレなるままに。ふよ、どうした四季。なんだか最近みんなの空気がピリピリします。さっきのセリフこれだったんじゃ。とても嫌な感じ。
ええ、心配かけてすまないな。彼らもこんなことで言い争う関係ではなかったわ、そんだが。みんなは何について話してるのです？町が完成した後のことを話し合っていてな、それぞれで考えが異なっているのだ。まあみんな自分のことしか考えてないからな。はっはっはっは。私にはみんなから争う理由がわかりません。そうだな、僕らお前には理解できないものだ。それなのに嫌な空気だけを感じてさせてしまっているな。不要もつらそう。シキ、お前は優しいな。不要様。うん、どうだ、アザミ。こんな夜明けに散歩け。シキ様のことなのですが。うん、あれは素直でいい子だ。記憶が戻る気配がないのが気がかりではあるが。よっしゃあ、不要。このまま記憶がないうちにさ、記憶を差し替えてさ、自分の妻だったみたいな感じにしとけばいいやん。いいぞ、ゲットだぞ。娘、ゲットだぜ。あ、そうですね。どうした？美しいお方ですし。うん、何か言ったか？いえ、何でもございません。うわあ、どうした？いやあ、ちょっと、いきなり、ちょっと話の展開変わってくるぞ、これ。バトル風の状態になって、バトル風の感じになってきてる。なんだ？魔王軍が攻めてきたか？な！不要様、これは？ただの幽霊ではなさそうだ。アザミ、みんなをここへ。はい。どうした？何か天変地異でも始まろうとしてるのか？え、こういう話だったん？こう何かの危機でみんなが集まる。遅いぞ不要。すまない、みんな集まっているな。一体何が起こっている？あの化け物は何だ？化け物が出てきたんじゃ、敵が攻めてきたんじゃ。おお、どう、この危機にみんなが団結するみたいな流れが始まりそうだ。不要たちが目にしたものは、町の中心から這い出ようとする畏敬の怪物であった。くわー！こんな声で？ちょっとうっさい。うっさいかな？私にもわからない。大勢殿、あれは早くしの類では。ああ、察知はしていたんだが、よもやこんなに早くその時が。あれは鬼だ。我々を呼ぶ悪神そのものだ。なんでタクマおるんだ。なんでタクマ出てきた。似合いすぎだろお前。その格好似合いすぎだろお前。全国ゴー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 。なんこれ、みんな笑わせに来とんこれ。笑ってはいけない的な話になってきたんか。被害が出る前に人々を避難させなくては。みんな協力してくれ。で、え？いやー、久しぶりの警戒だぜ。暴れるぜ。え、多分たくまこれやりたい放題言ってる。なんでタク？下から這い出てきたのは、あろうことが鬼役の衣装を身にまとったタクマだった。いや、え、タクマ、え、常さだお前、そういうサプライズいらんからな。ちょっとよう見てたセリカちゃんも、って困惑しとるような汗流しとんだよこれ。突然の出来事に思わず素の自分に戻ってしまう。どうされました不要様？やんでもない。それよりも避難などさせなくても、あれをバラバラに刻めば済む話だろう。え、倒したやつがとの英雄てか。こうなった以上、我が陰陽術で召してくれる。ダメだ。まずは人々の避難が最優先だ。対応の仕方にもなんかちょっと食い違いが発生している。
不要様、こうしていては。く、仕方ない。あずみ、手分けして誘導するぞ。わかりました。戦闘要員と避難確保する要員で分かれたな。いや、ははははついにその姿を現した異形のもの。災害をもたらすと歌われるその邪神に果たして抗う術はあるのか。来週この続きからやります。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。今回はなんか自分の感想とか間に入れれなくてちょっと残念ですが、まあちょっと今回は演劇メインということで演劇に集中させてもらいますって感じになってしまいました。まあこういう回もありでしょう。あんまりちょっとちょいちょいボケを入れれんかったな今回は。いや何しろさ、こんななんかもう似合いすぎとるやつできとけんな。なんか一人だけなんかすっごい衣装の作り方がごついんがおるもん。これなんかビニール状のやつで100均で作れそうな、100均で買えるようなアイテムで作れそうなやつがって。なんか面白いな、たくまのね。よっしゃ。じゃあ今回は皆さんここまでさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。来週も見てください。週明け。おいおいおい、たくま出てくるのはさすが予想外ぞ、お前。そうか、前夜祭の時にこそこそ常と話しとったわ。これがそうだったんか。文化祭の演劇でも結局6人揃ってしまう。この6人の結束の強さが現れるような感じでしたね。